実際にですね、エコーでですね、正常な室外情報をですね、観察してみますと、こちらがですね、こちらが遠位側ですね。でこちらが近位側ということになります。でこれは正常膝で、ここに、室外骨が映っていますね。でここが、腱膜の部分ですね。大腿四頭筋の共同腱がここに映っています。でここに、いわゆる中間抗筋から来ている、膝関節筋がこう見えていてですね、ここに見えているのが大腿骨ということになります。でこれはですね、室外情報ですね、室外情報の部分を、突出的に寄せるような操作をしていくと、室外情報というのはこうやってですね、こうパカパカと開くようなですね、こういうような柔軟性を有しているわけですね。でこれが正常な状態なわけですけれども、 TK の拘縮例ですねにおける室外情報を見てみますと、今膝をこう屈曲していってるんですけれども、ここが室外情報ですね。ここに今コンポーネントが映っています。もう一度見てみますね。これ室外情報で、ここに膝関節筋ですね。もうここに飛行している腱膜板が映っていますね。でもうスムーズに動いていないというのがですね、見て取れると思うんですけれども、この症例の場合はですね、術後3ヶ月ぐらいで、屈曲の可動域が90度ぐらいしか得られていない、そういう症例ですね。で、明らかに室外情報の周辺に拘縮があるということですね。で、同一の症例の今度は、中間抗筋の部分ですね、こちらが遠位側ですね、こちらが近位側になります。同じ長軸像で撮影しているんですけれども、ここにコンポーネントが一部見えてます。ですからここに本来はですね、室外情報がこうあるわけですね。でそこに付着している中間抗筋ですね、見てみますと、膝関節を屈曲していってもですね、もう全くと言っていいほどですね、中間抗筋の滑走が得られていない状態ですね。これ今膝関節を90度ぐらい屈曲していってるんですけれども、今膝関節を屈曲していって、で90度ぐらいしてもですね、ほとんど見えます。この上に映っているですね、こちらに映っている、大腿直筋がですね、なんとか伸長してはくれていますけれども、中間抗筋というのはもうほぼ滑走していない状態、こういう状態になってしまうとですね、当然屈曲の可動域が悪くなってしまうということですね。なので前述したような部位のですね、柔軟性と滑走性ですねをしっかりと得るようなアプローチを行うということが重要となってきます。